スティールヘッド、潜水艦。スティールヘッド、アセススティールヘッド、SS-280 は、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻。艦名は、ニジマスの航海型の通称にちなむ。スティールヘッドは1942年6月1日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港する。1942年9月11日に、 マーギュライト・ブラウン夫人によって浸水し、艦長デビット・イルウェルシェル少佐、アナポリス1930年組の指揮下1942年12月7日に収益する。スティールヘッドはロングアイランド沖で1942年12月から1943年1月まで成長を行う。2月に太平洋に向けて出港し、4月8日に真珠湾に到着し、 訓練に従事した。訓練後、スティールヘッドはミッドウェイ島に開港され燃料を補給した。4月25日、スティールヘッドは最初の紹介で日本近海に向かった。5月9日23時30分頃、スティールヘッドは室蘭の日本製鉄和西製鉄所に対して艦砲射撃をすべく浮上し、約30発もの砲弾を撃ち込んだ。しかし、 実際に砲撃した場所は、室蘭の北東にある、ベ別村であり、海岸から約6キロ離れた時点に着弾したが、大した効果はなかった。5月12日未明には、付近の襟も岬沖に12個の機雷を付設し、5月31日にも、付近の海域に機雷を付設して、補強した。この紹介では、スティールヘッドは魚雷を一度も発射することはなかった。6月9日、 スティールヘッドは四十九日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。六月三十日、スティールヘッドは二回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。七月十日夜、スティールヘッドはハリバット、アセスハリバット、SS-232 及びポーギー、アセスポギー、SS-266 と共に紹介中、のトラック諸島北方百七十海里の地点で五つの、 目標を発見する。99式艦上爆撃機27機と冷戦45機を輸送中の空母運用と特設巡洋艦愛国丸、大阪商船1438トンに対して、スティールヘッドは魚雷を5本発射し、うち3本が命中するような音が聞こえた。しかし、この戦闘ではハリバットが愛国丸を撃破しただけに終わった。月日にはの時点で、 二隻の最上型重巡洋艦と目される目標を発見したが、振り切られた。8月5日未明、スティールヘッド輪の地点でレーダーにより複数の目標を探知。やがて三隻の城のような艦を含む日本艦隊を発見し、魚雷を戦艦武蔵に対して四本、運用に対して六本発射した。やがて二本が爆発する音が聞こえ、ウェルシェル艦長は、 おそらく運用に日本名と判断した。しかし、実際には、魚雷は早期爆発を起こして運用にもむさしにも命中しなかった。駆逐艦が爆雷攻撃を実施したが、スティールヘッドの艦隊を揺さぶっただけだった。スティールヘッドはその後もう一度攻撃しようと接近を試みたが、艦隊は猛スピードで去っていき、攻撃できなかった。 3時45分にはレーダーからも消え去った。8月16日、スティールヘッドは47日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。修理を行った。9月12日、スティールヘッドは3回目の紹介で、ギルバート諸島に向かった。9月19日から23日までは、タラワに爆撃を行った、陸軍機の救助支援任務に当たった。九月十四日に、 一旦ジョンストン島に引き返し燃料を補給した後、翌25日に改めてパラワ方面に向かった。10月6日未明、スティールヘッドはのトラック初島北西方で特務艦カザハヤを発見した。スティールヘッドはカザハヤに対して魚雷を4本発射し、2本を命中させたと判断するが、カザハヤが打ち返してきたため息を潜めなければならなかった。 スティールヘッドは近くに行ったティノサ、アセスチノサ、s s 二百八十三と更新して呼び寄せ、最終的にティノサが風早を撃沈したものの、撃沈のきっかけを作ったのは、スティールヘッドであった。十月二十一日未明には、のうるしい干渉南東百五十海里地点で二隻の、特設運送船、国川丸、川崎汽船、六千八百六十三トンと後スマル、 五用、商船、八千五百九十二トン、駆逐艦立ち風からなる、輸送船団を発見。魚雷を三本発射し、うち二本が後、スマルの右辺に命中して、火災を発生させた。十一月三日、未明、スティールヘッド輪の地点で、輸送船団を発見し、魚雷を六本発射したが、爆発は確認しなかった。護衛艦の反撃をやり過ごして浮上したが、午後に入って、 別の7隻の輸送船団を発見し、夕方になって、魚雷を計7本発射したが、これも命中しなかった。追跡は11月4日に続き、午後2の地点で魚雷を4本発射するも、この攻撃も成功しなかった。11月25日、スティールヘッドは72日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。12月25日、 スティールヘッドは4回目の紹介で日本近海に向かった。1944年1月10日、スティールヘッドはの地点で、レーダーにより3隻の輸送船と2隻の護衛艦を探知。魚雷を4本発射し、1本が特設工作艦、山尾こ丸、山下汽船、6799トンに命中。山尾こ丸は大破し、両船山国丸、山下汽船、 6921トンに栄光されて八丈島、八十根湾に到着するが、1月11日に、風浪圧により、開い箇所から、船体切断、全部が沈没。残った後部も1月13日に沈没した。スティールヘッドは、さらなる攻撃を加えようとしたが、爆雷攻撃に阻まれた。その後、スティールヘッドは、文後水道方面を紹介したが、1月26日に、 病院船を見ただけで、戦火はなかった。飛行中の2月14日、未明、スティールヘッドのレーダーはの地点で複数の目標を探知、追跡の末に夜に入っての地点で魚雷を6本、発射。8つの爆発音が聞こえたが、命中音は聞こえなかった。2月15日未明にも、魚雷を4本発射したが、こちらも音沙汰なしであった。2月20日、 スティールヘッドは61日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。3月22日、スティールヘッドは5回目の紹介で、東シナ海、台湾近海に向かった。4月17日夜にバーブ、アセスバーブ、SS-220 と共に、沖の大東島の建物に対して、艦砲射撃を行い、4月30日にはの地点で300トン級トロール船を、 発見し、3インチ砲と20ミリ機銃による攻撃で、打ち沈めた。5月23日、スティールヘッドは62日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。6月17日、スティールヘッドは6回目の紹介でハンマーヘッド、アセスハンマーヘッド、SS-364 及びパーチ、アセスパーチェ、SS-384 と、 ウルフパックを構成し、ルソン海峡方面に向かった。7月8日夜、スティールヘッドはの地点で30トン級の小舟に対して、機銃装射を行った。7月30日から、ハンマーヘッドとパーチーが、盛んに目標を探知し、翌7月31日未明、スティールヘッドは、ルソン島沿岸に向かう、未11船団を発見した。3時30分にパーチーの攻撃で、 タンカー公衛丸、日東汽船、1238トンを撃沈した、あと3時40分にスティールヘッドがの地点で、艦首と艦備の発射艦から魚雷を、計10本発射。一隻の輸送船に1本が命中するのを、確認したが、艦備発射艦からの魚雷は成果を上げなかったとした。スティールヘッドは、 パーチーと連絡を取り合って新たな目標を探し出し、最初と2度目の攻撃から1時間経ってから3度目と4度目の攻撃で魚雷を4本ずつ発射し、爆発をいくつか確認する。パーチーからは、4隻の輸送船が沈んだとの報告もあった。スティールヘッドの攻撃は以上で終わり、朝方には南の方角に逃げていくミ11戦団を確認した。 未11戦乱に対する攻撃で、スティールヘッドは、最初の攻撃で1万トン級タンカーと7500トン級輸送船、各一隻、撃破。二度目の攻撃は撃破した7500トン級輸送船を、攻撃も、失敗。三度目の攻撃は1万トン級輸送船、撃沈。最後の四度目の攻撃では5500トン級輸送船の、撃沈を報じた。後に、 陸軍輸送船不送丸、大阪商船、8196トンを撃沈して、陸軍輸送船高ある、日本郵船、7169トンを撃破したと認定された。陸軍輸送船吉野丸、日本郵船、8990トンの撃沈は、パーチ E も、吉野丸に魚雷を命中させたと主張してきたため、吉野丸撃沈は、 スティールヘッドとパーチーの共同戦果となった。8月16日、スティールヘッドは60日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。スティールヘッドは、サンフランシスコに開港され、ハンターズポイント海軍造船所で、オーバーホールに入ったが、オーバーホール中の10月1日に、火災事故が発生し、焼けた司令塔を交換する大きな損傷を受けた。 オーバーホールが終わったスティールヘッドは1945年4月16日にサンフランシスコを出港し新珠湾に開港された。艦長がロバート B ・ビーバイネス少佐、アナポリス1938年組に変わった。5月13日スティールヘッドは7回目の紹介でトラック諸島方面に向かった。トラック方面でパイロット救助支援任務に費やした後 6月8日にグアムアプラ港に寄港して補給を行い、今度は日本近海で B-29 クルーに対する支援任務を行った。この紹介では、巨雷はついに発射しなかった。その代わり、7月1日にの潮の岬近海で2隻の50トン級トロール船を浮上砲船で撃沈し、1隻の50トン級ジャンクを破壊した。8月3日、 スティールヘッドは74日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。8月15日の終戦も、同島で迎えた。スティールヘッドは8月25日に、ミッドウェイ島を出港し、9月5日に、サンフランシスコに到着した。その後は1946年1月2日まで、西海岸のソナー学校での任務に従事する。任務終了後は、真珠湾に向かい、 3月まで活動した後、サンフランシスコに帰還し不活性化の準備に入る。スティールヘッドは1946年6月29日に予備役となり、大西洋予備役艦隊入りする。1947年5月に予備役訓練艦としての任務が命じられ、1960年4月1日に除籍されるまで訓練任務に従事した。スティールヘッドは、 第二次世界大戦の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。